トジソバケの峠さん、皆さん元気ですか。はい、先週 YouTube 見てくれましたか。そうなんですよ、いよいよ来シーズンのリブが発表されて、僕の方もカタログ見てもううわーってなってるんですけど、きっと皆さんの方もうわーよ、いよ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 って言ってて、もう盛り上がってると思うんですけど、今日はさらにここからどん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 深掘りをしていきたいと思うんですけどね、リブの中でやっぱり皆さん一番気になってることなんですか。そうですよ、オルカですよね。そうですよ、トラビス・ライスですよね。今日はこのトラビス・ライスのボードを、今年のボードと来年のボードを比べながらどんな変化があるかってことを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。はい、今年トラビス・ライスのボード6機種出ました。キッズ用の T リッパーがありました。それで T プロがありました。それでオルカがありました。それでゴールデンオルカがあって、エイペックスがあって、スプリットがありましたね。これ今年です。じゃあ来年はどうなるかっていうと、 T リッパーがあって、 T プロがあって、オルカがあって、ゴールデンオルカがあって、ここなんですよ、ここ。去年エイペックスがあったじゃないですか。これはエイペックスなんですけど、今年はエイペックスゴールデンオルカなんです。これすごく大きな違いですね。そしてスプリットが出ます。6機種は6機種でも、来季はゴールデンオルカが、これがエイペックスになるってことがまず大きな一つです。それで皆さんが一番気になっているところはどこかというと、やっぱり普通のオルカだと思うんですね。じゃあオルカの方をまず見てみましょう。オルカの方は去年のグラフィックでいうとこういう感じだったじゃないですか。このね、これね、まあこれ、ね、白黒を中心としたね、このね、このオルカだったですね。ホイールがね。それ来期のオルカはこのブルーをこうやって中心としたオルカです。実は来年ね、これ誰が描いたかというと、アダム・ヘイネスって人が描いてるんですよ。アダム・ヘイネスってね、誰かっていう感じですよね。アダム・ヘイネスってリブにとっては新しいデザイナーなんですけど、これね、トラビス・ライスが引っ張ってきたと思うんですよ。というのはどういうことかっていうと、アシンボルの方でユニオンとアシンボルのコラボしたビンディングが前に出たんですけど、それを作ったのがこのアダム・ヘイネスがこのグラフィックをデザインしたんですね。じゃあアダム・ヘイネスどんなお金をやってるかっていうと、グヌーは書いたことがあるんです。グヌー書いてて、あとアディダスとか、あとはスミス、ゴールドのスミスとか、あそこら辺とか、あとパウグローブとかもやってるんですけど、こういう感じがやっぱりで、今までのリブとはちょっと感じが違います。それでなんとなく売れるなって感じのグラフィックを描く、すごくね、洗練されたグラフィックを描く人なんですけど、コテコテっていうよりかはすごいかっこいいグラフィックを描く人です。で、じゃあこのねオルカが、じゃあグラフィックだけの変更なのかって考えるじゃないですか。で、普通のメーカーだったらば、やっぱりグラフィックを顔を変えてこうどん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 出していくっていうのがいっぱいあるんですけど、これね、僕もずっと見たんですけど、一個大きな変化があったんですよ。何か何かと思ったじゃないですか。去年のこのオルカはトップシートがこれバイオビーンだったんですよ。でバイオビーンで、来年のこのオルカ、こちらのオルカはトップシートがポリトップになってるんです。ポリトップって聞いたことありますよね。ポリトップ今年だとあるんですけど、プレインネッカーとかダイナモとかに使ってるあれはポリトップって言うんですけど、すごいしなやかなポリトップ、トップシートになるんですよ。だからどういうことが起こるかっていうと、去年のオルカに比べて若干しなやかになるんじゃないかなっていうのが、ちょっと予想としてはやっぱり思ってるんですよね。だからよりしなやかにポッピーになって、よりこうやってね、カービングが切りやすくなったっていう感じになってくると思うんですけど、これね、トップシート買うだけって感じなんですが、トップシート買うだけめちゃくちゃ大きな変化になるんですね。これ乗り心地相当変わってくると思うんですよ。ここがめちゃくちゃ楽しみで、皆さんも試乗会でチェックすべきところです。次が皆さんも気になってる T プロなんですよ。 T プロ、ね、僕1個1個前のガチだと、去年全世界のリブで一番売れたボードなんだかって覚えてますか。そうです、 T プロだったんですよ。 T プロだったんですね。で去年売れた T プロ書いた人誰だったの覚えてますか。スコフです。でスコフでこうやって書いたね、来年じゃ誰が書くかって、やりました。またね、やっぱパリロが戻ってきてくれたんでしょうね。グラフィックはこういう感じです。で、やっぱり世界で一番売れたボードを書く人はやっぱパリロ、これまさしくふさわしいなっていう感じで、よく見るとこれが UFO の絵が描いてあるわけですよ。これもね、めちゃくちゃかっこいいボードで、 T プロもこれもやっぱりトップシートがこれがポリトップになってます。ここら辺もね、ちょっと楽しいんですよね。去年はやっぱバイオビーン使って、今年はやっぱりポリトップになってるんですよ。これもやっぱり乗り心地は若干変化してると思うんですけど、スペック自体大きな変化はないんですよね。ここら辺もね、やっぱりね、グラフィックが圧倒的に変わるっていうことで言うと、 T プロはめちゃくちゃかっこよくなってくるなっていうのが、これまたね、すごい楽しみなところですよね。はい、で次に出してくるのがこのね、ゴールデンオルカなんですよ。ゴールデンオルカ、これもね、
っぱりね、みんなも詳しい人だと今シーズンからもうずっとトラビスサイズゴールデンオールがばっかり乗ってたんですよ。ね、やっぱりね、ナチュラルセレクションとかでもやっぱりあの黄色いゴールデンオールがずっと乗ってたじゃないですか。で最近トラビス自身はこのオルカ自身はやっぱり乗ってなくて、ずっとゴールデンオルカで出て、ゴールデンオルカあって、その時にこのエイペックスオルカがあったじゃないですか。でゴールデンオルカって言われてて、エイペックスはねずっとゴールデンオルカ乗ってて、じゃあ来シーズン何か出るかって言うと、やっぱり、ね、予想通りこのねゴールデンオルカのエイペックスが出るわけですよ。じゃあそのベースになってくるこのゴールデンオルカね、ゴールデンオルカじゃあ何が違うかってことですよね。今年のゴールデンオルカと来年のゴールデンオルカどういうふうに違うかっていうと、見るとやっぱりこれもトップシートがまず一つポリトップになってる。すごくしなやかになってる。じゃあそれだけかっていうことを考えたときに、これはね大きな変化が、ね、あるんですよ。どういうことかっていうと、ファイヤーパワーなんですけど、身体がファイヤーパワーってこれ軽いコアなんですけどね、ホースパワーの1個上のこのファイヤーパワーってコアなんですけど、ファイヤーパワーのコア自体がすごい変わってたんです。これすごいびっくりです。去年までのファイヤーパワーだとここの部分にバルサが入ってたんです。来季のファイヤーパワーだとバルサがなくなっちゃったんですよ。いわゆるアースペンとパルワニアだけになってるんですね。でアースペンとパルワニアだけだったらば、これはいわゆるホースパワーと一緒になってくるんですよ。じゃあ何が違うのかって見たときに、これねびっくりしたことがあったと。これね実はコアの中にカーボン X が入ったんですよ。カーボン X が前足と後ろ足のこの下のところに入ったんですよ。どういうことってことじゃないですか。これでカーボン X が入って、ここにバッテンがこうやって入るわけじゃないですか。でもこのボードってダブルキャンバーですよね。ね、やっぱりゴールデンオルカってダブルキャンバーですよ。前のキャンバー、後ろのキャンバー、前のキャンバー、後ろキャンバーで共にカーボンの X が入ってるんですよ。だから、エッジの立ちがめちゃくちゃ良くなってくるはずなんです。エッジの立ちがめちゃくちゃ良くなった上にですよ、表面がポリトップになってしなやかになってくるゴールデンオルカの乗り心地って絶対にこれやばいと思うんですよね。ここはもう、試してみたい。もう試さないといけない。試さないとこのリブハンじゃないって感じですね。ファイヤーパワー自体が思いっきり C2 にめちゃくちゃ適しているコアになってて、それを現実にしてるのがこのゴールデンオルカ。これでやばいですよね。もうぜひともチェックしたいですね。そしていよいよです。いよいよ出てくるのがこのトラビス・アイスのエイペックスゴールデンオルカです。実にゴールデンオルカがエイペックスになってドーンと出てくるんですよ。これやばいですね。それエイペックス、去年までがねこれねエイペックスでエイペックスコアってのがあったんですけど、見るとエイペックスコアっていうのがなくなってるんですよ。これね去年はエイペックスコアってあったんですけど、さあそれねエイペックスコアで言うとね、エイペックスのこのゴールデンオルカね、これエイペックスのゴールデンオルカなんですけど、これコアがテクノポップコアって言うんですよ。テクノポップですよ。テクノポップってどういうことって感じじゃないですか。今まではエイペックスコアだった。エイペックスのコアだからエイペックスコアだった。これはテクノポップコアってなったんですよ。で、このテクノポップコアっていうのは誰が入ってるかっていうと、この、まずゴールデンオーカー、これエイペックスゴールデンオーカーとシグナスに入ってるんですよ。シグナスっていうのはこのマイク・オールソンの板ですよね。マイク・オールソンの板。で、カタログ見て詳しい人だと分かると思うんですけど、カタログ見た時にこのマイク・オールソン、このシグナス BM 乗ってたじゃないですか。何の T シャツって覚えてますか？ディーボの T シャツです。ここなんですよ。ディーボこそがテクノポップの元祖なんですよ。ディーボってバンドがあったんですけど、ディーボおめでとうっていう曲だったんですけど、あいつらがテクノポップと言われた元祖なんですね。そいつらの方やっぱり見ると、やっぱりディーボの T シャツを着てテクノポップって言ってるとこを分かる人っていうのはやっぱり相当リブの記者だと思うんですね。それでテクノポップコアこれ見てみるとですね、これコアがどんな感じかというと、アスペンが 30% でパルワが 25%、 45% 半分近くがリサイクルペットになってるわけですよ。それを全部をユニディレクショナル、これカーボン、ユニディレクショナルカーボンどういうことかというと、前と後ろにベコーンってこのカーボンがあるんですけど、このディレクショナルこのカーボンでこれ全部ぐるぐる巻いちゃってる感じなんですよね。そしてトップシートがサブリメイテッドバイオビーンズ、他は大体ポリトップだったじゃないですか。これバイオビーンズ使ってるんですね。これ環境にも優しいってやつです。ローズとテールですね。これが、ね、やっぱりすごく薄くなってるわけですね。それでスイングウェイトがめちゃくちゃ軽くしてるんですよ。こういう感じで言うと、やっぱりめちゃくちゃ今までのこのエイペックスコアとも全然違うし、やっぱり最新鋭のコアだし、ここでこのノーズもテールも薄くなってるってことを考えると、乗り心地がね今じゃ想像できないぐらいに変わってくると思うんです。2年前にこのエイペックスが出た時あったじゃないですか。エイペックスと普通のオルカ何が違うかって、エンジンが違うって話したじゃないですか。今回はエンジンだけじゃないです。ボディも違うんですよ。エイペックスゴールデンオルカはまずエンジンが違うっていうのは、まずここのテクノポップコアじゃないですかね、ファイヤーパワーとテクノポップが僕全然違う。それでなおかつこのゴールデンオルカ
エイペックスゴールデンオーカーの方にはこれアンチ 3D マターって言ってこのノートデルが薄くなってるね。それでトップシートはこれはバイオビン使ってるんですよ。ここから全部ポリトップで、これバイオビントップなんです。ここら辺からいくとエンジン違う、ボディ違う、ボディの仕上げ違うって感じで、形だけ一緒、形だけ一緒って感じで、まさしく、いやこれね、もう乗ってみないとやばいぐらいで、ね、もうねワクワクしちゃいますよね。スイッチでパウダーも着地できるし、スイッチで飛べるとも書いてあるし、もうギュンギュン切れるし、ここら辺はねやっぱりね、もうなんとも、もうねもう今すぐ乗ってみたいって感じですよね。そういう感じでこれ進めてるこのテクノポップコア、やばいですよね。これを搭載してるのがトラビスライスのゴールデンオルカのこのエイペックスなんです。やばい、うん、エイペックスゴールデンオルカを頂点としたこのトラビスのこのボード軍団ね、めちゃくちゃ変化してるんで、絶対にまずは試乗会行ってこのトラビスライスのこのオルカ軍団をまずは試乗するっていうのが一番最初にやんなきゃいけないことだと思います。来期のトラビスやばいです。ぜひとも皆さん試乗会チェック、それでこれからの情報もアップデートもチェックしてください。ここから新しいこのサンプルが入ってきますからね。そして現物を見ながらまた話すってことになると、いやもう分かんなかったとかいっぱい出てくると思うんですけど、そこがまた楽しみですね。ぜひとも皆さんでチェックしていきましょう。よろしくお願いします。